釣り屋になりたかったんだよって、ね、無我夢中になるという言葉です。なぜの扉を開けてください。東京大学の物理学専攻では、素粒子物理、宇宙物理、原子核物理、物性物理、そして生物などの一般物理について、理論と実験の両面から研究・教育を行っています。70名の教員が世界の最先端で物理学研究をするとともに、学部生及び大学院生の指導にあたります。まず、原子核物理の実験をしている早野先生のお話を聞いてみます。ここはスイス・ジュネーブの郊外にあるセルン研究所。世界で一番大きな素粒子物理、原子核物理の研究所です。ここでは今、世界で一番大きな加速器を作っているところなんですが、私がここで使っているのは世界でここにしかないユニークな装置、汎用子を大量に生成する装置です。汎用子というのは陽子の反粒子、電荷がマイナスで質量が陽子と等しい粒子です。これを使って私たちは物質と反物質の対称性の研究というのをやっています。例えば今言った汎用子、陽子、この質量の比較、何桁測っていっても本当にどこまでも等しいのか、そういうことを問題にするわけです。仮にこれがどこかでずれているっていうことが見つかれば、ノーベル賞が取れる、そういう重要でかつ夢のある研究なんですよ。私の研究はスペクトロスコピーと言います。日本語で言うと分光。例えば横軸に周波数を取って、縦軸に測定量を取ってデータをプロットしていく。そうすると目指しているものが見つかると、どこかでピークが見える、そういう実験です。長年苦労をして、いろいろ失敗もして、そしてある日実験をしていって、ピークが忽然と現れる、あ、発見できたっていうことが実感できる、世界中でこれを知ってるのは今自分だけだっていうことがわかる、そういうのが研究をしていて一番喜びを感じる時です。物理が好きな人、一緒に研究しましょう。で、やるからには、例えば野球で言えば、メジャーリーグの一軍のプレイヤーとして、世界的に一流の活躍をしてほしい。東大の物理教室っていうのは、そういう夢を持ったあなた方にチャンスを与えることができる、そういう場所だと思っています。もう一人、量子情報の理論的な研究をしている村尾先生にお話を聞いてみましょう。量子力学を情報処理に利用するような時の理論の研究をしています。具体的には量子計算機の研究、または量子情報処理の保全のための量子暗号の研究をしています。物理学者になろうと志したということは実はあまりなくて、物理学者になっていたというところです。で、いろいろな興味はいろいろあったのですが、たまたまその自分の人生の分岐点で物理をやっていて、その方向に進んでしまったので物理学者になってしまったという感じです。はい、やはりそれは、しばらく考えていて、ある時ふっと答えが思いついた時、それが一番楽しい時で、まあ、そういうことはたびたびあるわけではないんですが、もう1年ぐらい考えていて答えが出なかった問題で、ある時こうパッとこう道がさっと開けたように、分かった、その時が一番興奮します。具体的にはですね、多次元の情報の転写の方法を考えていて、その意味がちょっとよく分からなかったんですが、ある時とてもシンプルな構造で全てが説明できるということが分かって、それがとても分かっただけ、分かってしまえば当たり前なんですけど、分かった時はとても嬉しかったです。
私の研究はこれまで量子力学と、という物理の分野と情報の処理という情報の分野を両方にわたる研究をしてきたわけですが、できれば将来の目標として、生物という一つの分野に取り組んで生物と情報と物理とその3つをつなぐ架け橋のようなことができればというふうに考えています。物理というのは物事の本質を理解すると、それが物理のお仕事でして、物理はその対象として物理としても非常に面白いんですが、物事の本質を理解するというその姿勢とその方法というのは物理だけではなくて全ての社会のいろいろなことに応用が効く学問ではないかと思います。ですから、まあ物理がだけに興味がある人だけではなくて物理的な手法や物事の本質をこう見極めたい人、そのような方におすすめしたいと思いますので、ぜひ物理学科にいらっしゃるようにでいただきたいと思います。医学部物理学科には毎年70人の3年生が、そして大学院の物理学専攻には毎年100人の大学院生が進学し、多くの卒業生が広い分野にわたって世界中で活躍を続けています。あなたも世界の最先端で、なぜ？の扉を開けてみませんか？